まあ、ボールの基準でもいい、ラインで揃えてみようか。これ一つでしょ、ライン。二つ、これ何、ボールなの、お手玉か。ライン三本、え2本が二つある。あ、これ二本じゃない、四本って考え方かな、もしかしたら。だとしたらこうか。で、これが二本。次は ?1、2、3、4、4本。これどういう考え方をすればいいの？まあ間違いなくこれが一番右だよね。その次が、まあ線の数的にはこれが次に来そうだよな。こうこう違うのか。線の数はこれ、もしかして、いやこれ1でしょ。10本って考えたら、これ何本なのよって。1、2、3、4、分かんないよもうこれ。1、2、五角形、違う、五角形じゃない、これ六角形、六角形6辺。いやでもこれ合わさってるとこあるしな。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、こうか、じゃあ。これ9なんだ。これ20。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。あ、こうかも。あれ、むずむず。じゃあそういうことで。なんやっぱ他にパターンあるよね。何の可能性があった？いや絶対この線の数だと思うんだけど、線の数え方が私間違ってんのかな。これ4じゃないとか。1、2、3でしょ。4がどっかにあるんだよね。でこれ5だから、これ4だわ。あ、これ4だわ。あ、でもこれ4って考え方なのかな。左右で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って考え方もできるよね。むず、考え方むず。まあいっか。逃げた。なんじゃこれ。あ、なんか動いてる。まあ同じもので合わせ、あ、水が入ってるのかこれ。同じもので合わせましょうで、クリアはできますと。あとはまあ同じ形、同じ形は無理か。
テトリスやってみる？なんで浮いちゃうの？浮いちゃうな。いや、まずこれ。うわ、えぐい。えぐい、むずい。これこうか。で、これさっきと一緒だな。多分これが良くないんだな。積んだ。ここ2本入れられるものがない。こうか。じゃあまあ難しいね。違う。これがここにぴったりはまれば多分クリアだよ。この組み合わせじゃないですと。どんどん浮いてくんのやだな。まず所定のさ、一番下が間違ってる可能性もあるんだよね、これね。で、2マスの高さを作ったら終わるのか。これいけてる。あ、でもここ埋めらんないわ。いや、これ安直にここ行っちゃうよね。こう行っちゃうよ。3マス埋められません。むず。じゃ逆にこう。ここはこうよ。そしたらこうよ。ダメよ。そこはダメか。で、そしたらこうしてこう。
あ、そうすると2マス、ここの2マスが埋められないんだ。これ縦にしたいね。回転できないんかね。回転ができればもう。あれ、外れなくなった。あ、外れた。いや、難しい。いや、むずギブアップ。6切れ。1切れあたりサラミ2枚。これ唐辛子だね。ハラペーニョ的な。これなんだろう、オレガノかな。マッシュ、マッシュは多い方がいいけどね。アンチョビ少なくない？アンチョビじゃない、なんだっけこれ、出てこないアンチョビは魚だったっけ、なんだったっけ、オリーブかこれ。これ何、ベーコン、ちっちゃ。え、クリア。なるほどね、プレーンピザ。こっから私のピザ作りが始まる予定だったのに、これで許されないんだ。一旦具材を外に出すってことは、じゃあもうこれ許されないってことだね。まあいっか、このまま次行くか。あ、でもさ、具材がさ全部で6種類あるから、サラミだけのピザとか、うん、あとバランスよく並べるピザで、もう1パターンぐらいクリア要素あったね。なんだろうねそれね。まあいいでしょう。わあ、ダメなんだ。蓋の色で、蓋の色ダメ。蓋の色プラス、あ、でも蓋、あ、そう、蓋の位置とか変えれないもんな。
どうしよっか。いや、いろんなパターンはある。蓋のこの取っ手というか、この部分が違ったり、でもなぁ、5種類もあるかなぁ。パスタ。これ何？これなんか生態系が出来上がってない？ここで。緑のやつ。これ何？菌類。これ土。あれ意外と難しいな、これ。これは。クリア。これ蓋ですね。蓋の位置、一番左のに蓋のこの取っ手というかね。次がちょっと右にずれたやつ、真ん中のやつ、ちょっと右にずれたやつ、右端のやつ。これ中身で揃えてみたかったな。パスタっていう種類が一個あるから、やっぱ中身で揃えるってこともできると思うんだけど、何分こいつ何分こいつと、あとマッシュの異様さ。この2つはベリーだと思うんだよね。これなんだって話。ラディッシュかもしんない。中身で揃えるのむずいな。次。ステンドグラス。あ、これ、ああ、なるほど。なるほど。なるほどとはならんな。え？半開きパターンもあるんだ。
この列をこれでそこのピンク色の六角形で揃える。あと何で揃えられる？これか。揃ってるこれ。まあ揃ってるか。むず。あ？ここじゃないのか。頭おかしくなる。なんだこれ。あ、全然ピンときてないが。ここ一緒。あ、これで一緒だ。ほら。むず。こうすれば一緒だ。ここ横揃った。これ何パターンだろう。あれ3匹目こっち。あ、これ1パターンなんだ。はへー、さようですか。壺の高さで並べるのもあり、壺の柄の、数で合わせるのもあり。花、咲いている花の数、あとトゲ、トゲでちょっとチャレンジしてみる。トゲ一番出てないのこれじゃない？これ一番出てるよね。むず。あとこれか、サボテンが何股か。違うんだ。あ、こうか。違うんだ。トゲなんかありそうだけどな。まあじゃあ花がいくつ咲いてるか。違うんだ。いかないんだこれ。え、嘘、逆？こう？まあダメなんだ。花の咲いてる数じゃ許されないんだ。じゃあ柄。柄許されないの？え？あ、取れた、取れたよ。じゃあもう柄の数と花の数合わせようか。
かった。いやこれここ取れるとなると、まあ確かにいろんな組み合わせありそうだな。花はさすがに取れないでしょこれ。うーえぐーい。とんでもないパズルだぞこれ。なんかある程度こう目安みたいな線は引かれているけれども、これつらいね。これドラゴン、こういうのやっぱ角じゃない？角じゃないんだ。ちょっと頭が出ちゃうもんな。なるほど。むずすぎる。いい感じじゃない？一個ずつはまってくれば、ここだ。さすがにでしょ。いや違う。あ、ここ、うん、違う。ここ、ここ特徴的。まさかな。超えぐいな。こうじゃん。ってなると、こんなんもうす、うん？こうか。あ、見えた。見えた。あ、こんなんいた。ゾウ。こうですと。蝶じゃないでしょ。ちょっとこっちにも置いとこ。あれ、こうはまっちゃってない？これ。こうはまっちゃったね。知らぬ間に。いやこれ可能性高いよ。ってなると、お狐だ。はい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 、こう。
これはこれしかないね。犬入りそう。違うかな。象じゃない？違うか。リスか。こうか。象。あ、象ここ、ここだ。ここだ。蝶は？蝶ここで、手裏剣ここ。この、この、こう。はあ、むずー。これは一パターンしかないよね、それはね。